どうもこのチャンネルと申しますですね。本日は OB 第3で出たあの2種投手を使っていきたいと思います。こちらです。広島外小葉選手です。ありがとうございます。ということで皆さん一つ気になったことがあると思います。お前全然育成しとろんやないかということなんですけど、外小葉選手今回レベル1の全くの赤子状態で今回使っていこうかなと思います。外小葉選手ほんまにもう上位層には打たれるっていうレベルではあるんですけど、結構刺さる人には刺さるっていう印象で、未だにね A ランクであったり B ランクであったりっていうのが登場する数少ない選手だと思ってます。レベル全く上がってないやつも勝てるんじゃないかということでやっていきたいと思います。能力はね、大きい変化量のナックルカーブ、そして被災法のナックルカーブということで、変化量の差がめちゃくちゃ大きいのと球速が一緒っていうのでなかなか強いです。この企画配球がめちゃくちゃ大事になってくるんですけど、頑張っていきます。とにかく使っていきますか。レベル1なんでね、まあいけるでしょう。いきましょう。マミチャンネル。さあマッチングしました。キュンです。お願いします。キュンです。さあやっていきましょう。キュンです。はい、いきます。レベル1外コマ爆弾いきます。おーきついけど初手から行くよ。さあ達人の3割5分台には刺さるのか、この辺もね試していきたいですね。まあうまいこと視点を合わせてやっていけたらなと思います。おお、まずまず押さえていくと。オッケーオッケーオッケー、行くぜ。新生外コマの始まりや、これが俺が外コマ伝説の始まりや。もう一丁。見るね見るね見るね。オーケー、抑えていく。素晴らしい。いいね、いいやん、めちゃくちゃいい。さあ高めからナックルカーブ。いやーこれちょっと危険かな、これ危険かもしれん。危ない。あいや、あれはちょっと危険すぎましたね。さすがにあの球は危険すぎました。あれはちょっと打たれるよなと思いました。さすがにちょっとあれは配球ミスですね。オッケー。強い。いやレベル1でもやっぱり回転の見極め的に飛ばないですから。さあ外広角で出てないから外も使っていこう。あんまちっちゃい方を待ってなさそうな感じがあるんで、ちっちゃい方を結構ちびちび対応しながら出ていきます。オッケー。振るね振るね。頭にちっちゃい方がちらついてるじゃないですか。甘い。危ねえ危ねえ。いやおもろいな、でもいやなんかこれはこれで面白い配球、面白い。なんかこれはこれで配球が面白いな、なんかいろんな配球の幅があって楽しい。なんかワンチャン僕今回外小葉選手川か2種で出るんじゃないかなと思ってたんですけど、そんなことなかったですね、さすがに。いや外小葉選手川か2種で出たらめちゃくちゃ面白かったんですけどね、マジで。いやこれボール球に、ボール球でいい。甘い。危なやばい。もう相手の打線が怖すぎるんやけど、どうしよう。相手の打線強すぎるやろ。いやボール球でいいよ、ボール球でいい、ボール球でいい。甘い。あーラッキーボール球になった。よし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 。オーケー。うわ何してんねん。おいおい何してんねん。やりやがった。いや単純な単純なマジであの配球ですけど、めちゃくちゃ面白い。なんかなんか面白いな。いけるいける。あー無理か。いやもうおかわりくんのさっきのエラーちょっと痛いよ。かなり響いてくるよ後々に。これ大丈夫、なかなかこれ響いてくるよ後々、ね、変化量あめっちゃちっちゃいなと思ったら体力切れました。やばいです。ピンチです。これはやばい。体力切れました。やばいです。いやーこのストレートめっちゃ浮くよ多分。うわやばいやばいぞ。体力切れたらさすがにやばい。ボール球のブラフめっちゃ投げながらやってるから球数がもう32球っていう。いやボールでいい、ボールでいい。ボールボールの大きい方。いやもうこれあかんかな。体力切れたんで買いたいけど、この回抑えてほしい。いやーもうこれ打たれそう。これあかん。おお抑えた。いや素晴らしい。いやレベル1でも抑えられてしまうんが怖いわマジで。めちゃくちゃ面白いな。いやおもろ。もうこれが外小葉の悪夢ですマジで。皆さんここで決めちまいましょう。あーマジで体力切れた相手。こっちの外小葉体力ないからやばい。大丈夫かな、怖いんやけど。体力ないから打たれるでこれ。さあミニミニの方。やばいやばい、当ててきてる当ててきてる。もう一球いけ、ちっちゃい方。
いやー抑える。あーもうさっき打たれたギータ来た。もう無理やギータ怖すぎるんやけど。いやめっちゃタイミング合ってそうで怖いんよ。うわやばい打たれた。やばい。でもこれ逆に言えばやで、体力なしでもここまで参るんがエグくない？エグいよ。頼む、ボール乗って、ボールでいい。あー入った。あーゲッツいける、いやーゲッツいける。おお抑えた。マジでちょっとあの初回のホームランの日だ、俺が悪いにしてもこれエグない。おーすげえわ。単位モサジじゃなければレベル1でも、あるいは体力がなくても抑えられてしまうということが今判明しちまいましたね。あーおもろ、もう重すぎるわ。さああとは俺が打って勝つだけか。あーやばい負ける。帰ってこい、走れ。キュンです、ナミチャンネル。さあマッチングしました、ジョンソン来ました。さあ行きましょう。先ほどのね外コースさんはもう最高のねピッチングをしてくれました。今回もね最高のピッチングをしてくれると願いたいと思います。ジョンソン強いわ。いきますか。相手確か4割ぐらいやったと思うんで、めっちゃいいぐらいの打率だと思います。4割レベル1で押されたらもう外コースは最強ということが証明されます。行きましょう。落ちるかこれ。いやー落ちた。くそやられたな。球威がないがゆえの5点ヒット、これまずいね。さあボールどうすか。おお入った、はいと思ったけど結果俺低めどすか。いやー見られるな。いけもう甘めのミニナックルカーブ。うわ止めた。いやー走られたか。うわ西川強っ。西川バチ強いやないか。あー振ってくれた。いや強い。相手ちっちゃい方張ってますね。これはちっちゃい方張ってくれてますわ。甘い。あーおーいいよ。相手4割前後やったよ。4割前後、これ抑えるのマジでかいよ。そう俺がジョンソン頑張って打ちますわ。オッケー。いやーでもね正直ね2点あったらいけちゃいます。2点あったらいけちゃうんが今のオーダーの怖いところです。じゃあ行くよ。じゃあストライクボールで。おー入ってもたけど、いけ甘ナックルミニカーブ。いやーうまい、それはうまい。一発で追いつかれますからね。もう今広角出てるけど外使っていく。やっぱね左打者のナックルカーブ、これが強いんですよね。食い込む。いやブレるな。もういいわ、これはちょっとフォアボールでいこう。球数投げすぎたら疲労が怖いんで、サクサクいきたいところですね。さあビタビタに決まったら熱いよ。おいライビタ拾った。いや意外と体力持ちますねレベル1でも。いやー切れるか。あー怖い、マジでそこ気ぃつけんとあかんすわ。このアウトローちょっと入ってまうな。うわー抑えた。でかい。抑えるぞ。夜光角打法怖いよ高弾道の。うわー抑えた。いける。抑えてる。素晴らしい、レベル1でも待ってるぞみんな。これが世界の、これが恐怖の二周ナックルカーブ、外小葉吉郎ですよ。今ボールでいい。うわー抑えた。強い外駒最強。ありがとうございました。